ちら862号新大阪駅17時24分発ですね。 E13 編成、こちらは児玉853号博多駅。まもなくのぞみ54号東京行きが来ます。初撮影と同じ車両かな。当時は N700 系新幹線はもう1種類しかなかったんですけど、まあこの12年で車両もだいぶ進化しまして、今日はどの車両で来るんでしょうか。N700 スプリームできましたね。
のぞみ184号が来ますね。今日トンネルの中までよく見えるわ。私が初めて YouTube 撮影したのは2012年9月27日ですね。今日が2024年9月27日。あれから12年。また同じ場所で撮影ということですわ。初めて動画にアップロードしたのは2013年の6月3日なんですけど、なぜ約9ヶ月も経ったのかはよくわかんないんですけど、今日撮った2024年9月27日に27日の動画はいつ上がるんでしょうか。ひろゆき Z です。のぞみ184号、東京行き。12年前と同じ場所で撮影でした。この9月27日というのは、私がスマートフォンを初めて手に入れてですね、 Google アカウントを作った日で、まあ、日付は1日ずれるんで9月28日になったんですけど、本日はですね、母の誕生日ということでございます。おめでとうございますと一応動画の中でこっぱずかしいが伝えておこう。ひろゆき Z でした。